カビラ・ケンジは、日本とアメリカ合衆国で活動する、実業家。沖縄県出身。1960年、琉球放送アナウンサー、カビラ・アサシンの次男として出生。兄にフリーアナウンサーのジョン・カビラ、弟に、俳優、タレントのカビラ・ジエイがいる。朝清、叔父のカビラ・アササルは、家5点死流無騎士家伝内の家系であり、末裔にあたる。 1979年、アメリカ合衆国へ、ストンカレッジに留学。卒後の1981年に、現地のプレビュー病院の看護助手、さらにその後シカゴ大学堂、大学経営大学院に進学。1994年、シリアルメーカーケロックのアメリカ本部入社。2001年には、ワシントン州のマーケティングコンサルタントの資格取得。2003年、 ハンバーガーファーストフードチェーン店、マクドナルドの在日法人、日本マクドナルドマーケティング本部長となり、テレビ CM の宣伝においての賞を受賞するなど、業績回復に努めた。2006年、アメリカの NPO 法人のマーケティング、経営コンサルタント専門会社、リップマン・ハーン副社長。現在は、鉄道関連会社に勤務している。ありがとうございます。